ブドウ中の糖は水、有機酸、その他の化合物とともにパルプ質に貯蔵される。ワインはワイン用のブドウに含まれる糖によって製造が可能になる。発酵の間に糖は酵母によってエタノールと二酸化炭素に変換される。ブドウは歯で光合成により作られたスクロース分子を成長に連れて果実に蓄積させる。果実が熟す間、スクロース分子は インベルターゼの作用により、グルコースとフルクトースに加水分解される。収穫時には15から25%が単当になっている。グルコースもフルクトースもどちらも6単当であるが、炭素数3、4、5、7の糖も、ブドウ果実中に存在する。発酵後もワイン中に残っているアラビノース、ラムノース、キシロース等の5単当のように、すべての糖が、 発酵可能なわけではない。アルコール濃度がある程度に達すると非常に高い濃度の糖で効率的に酵母を殺すことができる。これらの理由から完全にドライなワインは存在しない。ワインの最終的なアルコール度数影響を与える糖の役割から補糖と呼ばれる過程で糖を加える醸造家もいる。これはアルコール度数を高めることが目的であり、補糖によって ワインの甘みが増すことはない。グルコースとフルクトースはワイン用のブドウに含まれる主要な糖である。ワイン中ではグルコースはフルクトースほど甘くない。果実が熟し始める段階では通常グルコースはフルクトースの5倍以上も多く含まれていくがフルクトースへの変換が急速に進み収穫時期にはほぼ同じ量になる。レートハーベストワインのように過熟させると フルクトースの方が、グルコースより多くなることもある。発酵中には、酵母はまず最初にグルコースを分解する。グルコースをアグリコンとして結合し、グリコシドを形成することも、ワインの風味に役割を果たしている。収穫時期には、果実中のフルクトース量は、グルコースとほぼ同じになり、主要な糖となる。ワイン中では、フルクトースは、グルコースの約2倍も甘く、 デザートワインの甘みの主成分になっている。発酵中は、酵母はグルコースを最初に分解するため、温度管理や主成強化ワイン用にブランデーを加える通して、発酵を途中で中断すると、フルクトースが多く残ることになる。ズースレゼルブという手法では、発酵が完了した後に未発酵のムストが加えられるが、発酵を途中で中断したものよりは、甘みは少ない。これは、 未発酵のムスとは、フルクトースと、ほぼ同量の甘みの少ないグルコースを含んでいるためで、ある。同様に、スクロースを添加する補糖によっても、ワインの甘みはほとんど変化しない。大部分のワイン中には、スクロースはほとんど存在しない。例外は、シャンパインや、その他のスパークリングワインで、二次発酵の後に、スクロースが添加されることがあり、これは、ドザージュと呼ばれる。 ワインのテイスティングでは苦味や酸味と比べると甘みは感じにくい。大部分の人はワイン中の1から2.5%の糖の甘みを感じることができるが酸やタンニン糖の別の味にマスクされてしまうためである。フラッシュリリースは圧搾に用いられる手法である。これにより含まれる多糖がより多く抽出される。酸性糖のグルコン酸もワイン中に見られる。 ありがとうございます。